はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しております。ということで、もうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかそのお時間少しでも皆さん方のお役に立てて、タップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、その次にそのステップの解説、こういうステップ使ってますよっていうところを解説させていただいて、そして一緒に少し練習して最後に曲に合わせて踊っていきたいと思います。それでは早速今日のステップ行ってみましょう。どうぞ。はい、それでは今日のステップ行ってみたいと思います。はい、6の、となります。今日のテーマは休符を感じるコンビネーションです。イエーイ。はい、で大体ですね、リズムコンビネーションずっとずっと音を鳴らしっぱなしなんですけども、今回はちょっと細かい休符を入れながら楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。そしてですね、ステップの後半部分は、まあ、ずっと前半もそうなんですけども、同じステップを使ってるんですけども、アクセントが面白いところにつくので、あれあれって思いがちなんですけども、そこもねちょっと楽しみながらチャレンジしてもらえたら嬉しいかなと思います。それでは早速ステップの解説いってみましょう。どうぞ。それではステップの解説いきたいと思います。私、右足から始めさせていただきます。今回覚えるステップはもうたった一つになります。ただこれ左右反転しますけども、このステップさえ覚えておけば大丈夫ということで、基本のステップだけいきます。最初、右置いてスタンプ、バトラッシュステップ、ヒールシャッフル、ステップヒールスタッフ、このステップだけです。これが反対に出てきたりもしますけども、このステップしか使えません。ただ、リズムをちょっとね、変えてますので、使い方が変わってきます。パパってやるときもあれば、パパと使うときもありますので、そういうところを気をつけてもらえれば大丈夫かなと思います。それでは、頭から順番にやることだけいきます。リズム込みでいっちゃいますね。5、6、せーの、パパ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 パ、全く同じステップ2回です。スタンプ、バックラッシュステップ、ヒールシャッフル、ステップヒールスタンプ、スタンプ、バックラッシュステップ、ヒールシャッフル、ステップヒールスタンプ、やってるステップはこれです。ただリズムがタッ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 と、ちょっとスイングします。おそらくね、もう大丈夫かと思います。それでは後半いきますね。後半も実は同じステップ。で、途中ちょっとボールチェンジ入れて反対バージョンも出てきます。リズムはですね、もう全部スイングです。タッタ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 タッと。このリズムだけになります。いきます。5、6、せーの。タッタタッティタッタッティタッタリッタ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 。もうお分かりだと思うんですけども、最初やったら一回反対ボールチェンジ入れて、今度は反対足バージョンで同じことで、最後もう一回ボールチェンジ入れてとなります。やってることはこれだけです。要は右左右で3回やってるってことになりますね。ただリズムが全部スイングで、ちょっとお聞きの通り、アクセントがワンとかに来ないので、そこをちょっと迷われると思うんですね。ワン、ツー、ウソ、ウソ、オファイ、ブスック、セーブ、エイ、ワン、ツー、ウソ、ウソ、オファイ、ブスック、セーブ。というふうにちょっとね、この、ダダっていうステップが、心地いいところに来ないリズムでもありますので、逆に言うとそれがちょっと面白いのでね、そこもちょっと気をつけつつ楽しんでもらえたら、大丈夫かなと思います。それでは、頭から一回どうなるかっていうのをやってみましょうね。5、6、せーの、タッタッタッツ、タッタッ
覚えることはもう本当にこれしかないので大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは一回足慣らしで行ってみましょうね。行きます。5、6、7のはい、6、7のはい、6、7のはい、6、7のもうおそらく大丈夫かなと思います。前半部分はですね、このタウタウタタタタっていうこの休符をねしっかり感じてもらえたら嬉しいし、後半はですねこのはい、ちょっとねアクセントが面白いところについてるっていうところを楽しんでもらえれば大丈夫かなと思います。それではちょっと早く練習いってみましょう。5、6、7のはい、6、7のはい、6、7のはい、6、7のおそらく大丈夫と思います。それではしっかりリズムに乗って曲でいきましょう。はい、いきます。はい、6、7のいかがだったでしょうか。ちょっとね休符を感じて楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。そしてね後半部分のところはちょっとねアクセントに惑わされがちなんですけども、綺麗にカウントに収まってますので、そこも楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエンタメに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Let's meet next movie. Bye bye.